明日の記憶は、小木原博史による日本の小説。2004年9月に公文社から単行本が刊行された。2005年には、第2回本屋大賞の第2位にランクインし、第18回、山本周五郎賞を受賞。2007年11月8日に文庫化され、公文社文庫から刊行された。2006年に、渡辺健主演、東映配給で映画化された。 家庭も帰り見ず仕事に生きる49歳の広告代理店のやり手営業マン、佐伯正幸。仕事においては大きなクライアントとの契約が決まり、プライベートでも娘の結婚が決まるなど、順風満帆に見えた彼だが、突如物忘れが激しくなり、めまいや幻覚といった不可解な体調不良が襲う。妻の枝実施に促され、しぶしぶ忙しい仕事の合間を縫って、 病院を訪れ診察を受けた結果、医師から若年性アルツハイマー病という診断を下される。知らないうちに自分の体内で起こっていた受け止めがたい現実に直面した彼は作乱死自暴時期になり、病院の屋上から飛び降りようとするが、医師の必死の説得により、何とか思いとどまる。そして屋上から階下へ戻る階段の途中で座り込み、枝実施と話し合い、 二人は涙を流しながらも病気と向き合う覚悟を決める。2006年公開映画で渡辺謙の映画初主演作品である。渡辺は2004年11月立ち寄ったハリウッドの書店でたまたま手に取ったこの本を読み自身が封印していた白血病の闘病生活の記憶が怖いくらいに蘇ってきたと同時に温かさを感じた。そして原作者である 小ぎわしに映画化を熱望する手紙を直接送ったのが映画化のきっかけである。映画のスタッフロールでは、渡辺健はエグゼクティブプロデューサーとクレジットされ、所属事務所である K- が制作委員会に参加している。渡辺は難病を扱う作品であっても辛く悲しいだけの物語にはしたくない作品を作るなら現代を切り取る能力がなければならないと考え、 以前、池袋ウエストゲートパークで一緒に仕事をした、堤幸彦を監督に指名した。第30回日本アカデミー賞で作品が優秀作品賞に選ばれ、渡辺健が最優秀主演団優勝、樋口かな子が優秀助演賞、大島道流が優秀音楽賞を受賞した。2006年9月11日に TBS ラジオと MBS ラジオで放送された。ありがとうございます。